第48回ヤマゴ大野祭りオープニングを開催いたします。それではまずはじめに、ヤマゴ大野祭り振興会会長伊木隆より皆様にご挨拶を申し上げます。伊木振興会長、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。第48回ヤマゴ大野祭りの開会でございます。この祭りも歴史を重ねてまいりまして、今年で第48回、いよいよもって50回の大台が目前に迫ってまいりました。しかしながら、この50回の大台を前にしまして、コロナ禍という未曽有の災難に私たちは見舞われているところでございます。それによりまして、たくさんの社会経済活動が停滞し、多くの皆様が心苦しい毎日を送っていらっしゃるのではないかと、そのように思います。そうした中、私たち祭りの実行本部は、コロナ禍の中にあってもできる形を探そう、そしてなんとか未来につなごう、この思いを胸に、みんなで今日この日まで企画、そしてさまざまな計画を立ててまいりました。まずもって企画実行本部の一野さんはじめとする皆様に心から感謝を申し上げます。そして今回の祭りには、ダイナ大子さんや、あるいはダイナポンポエールさん、たくさんの出演者、演技をしていただく皆さんにお集まりをいただくことになっております。皆様方もまた、このコロナ禍の中、厳しい制約の中、練習を今日重ねてまいりました。今日、この日にしっかりと今までの思いを見つけていただきたい、そのように思います。市民の皆様におかれましては、こうした祭りの担い手の皆さんの心意気をどうか意を組んでいただきたい、そのように思っております。結びがありますが、この祭りにおきまして、たくさんの皆様にご協賛いただいておりますことに、その心から感謝を申し上げますとともに、今回の祭りの成功を祈りまして、私からの挨拶をさせていただきます。今日一日よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。まもなく鈴鹿飛行が行われます。ご覧ください。 CF47P400C2 陸上自衛隊美保分屯地と航空自衛隊美保基地のご協力をいただきました。それでは第48回ヨナゴ大野祭りの開会宣言に移らせていただきます。開会宣言は、第48回ヨナゴ大野祭り企画実行本部長西野まどかが行います。西野企画実行本部長、よろしくお願いいたします。今回、ヨナゴ大野祭りは昨年よりコロナ禍でどういった風に
かりみんなで頑張って本日に至りました。みんなで頑張ってこの台の祭りの未来をつなげていきたいと思います。それでは第48回今の台の祭りをお願いします。